どうもエンプティブラックボックスのやつです。いよいよ、2月21日日曜日、浅草クラウドから、新メンバーを迎え入れて、EBB シーズン3が始まるわけですが、その前に特別企画といたしまして、新メンバーにインタビューをしてみたいと思います。まず1回目のゲストは、私と同郷でもある新メンバーベースのゆきとさんにお話を伺いたいと思います。一体どんな話が聞けるのか、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。はい、エンプティーブラックボックスのベースのゆきとです。ゆきとさんは今回加入される以前から BB をご存知だったと聞いてますが、はい、その時の印象と実際入ってみての印象は変わりましたか？そうですね、最初はあーすげえかっけーって感じでした、はい、けど入ってみたら、結構おちゃらけてんだなみたいな。なるほど、そうでもないみたいなあーなるほど、はい、分かりますねそれはね。はい、ゆきとさんはそもそもベースを始めたきっかけというのは何だったんですか？きっかけはまあもともと音楽が好きだったんで、まあ、何人かやりたいなと思って、まあ、ちょうどバンドブームみたいなのもあり、はい、ただギターみたいな目立つタイプでもなく、はい、ドラムみたいなこうなんかガタイがいいタイプでもなかったので、まあ、ベースかなみたいな感じで始めた。初めは何のコピーとかを？初めはボーイとルナシーですね、はい、やっぱりそれ学園祭とかそう文化祭みたいなところでやったりとか？そうですね。なるほど。いつぐらいからそのプロを目指そうというふうに思いましたか？まあでも始めた時からできればって思ってました。もういけるんじゃないかと。絶対行くっていう気持ちがありました。なるほどね。で次の質問で、自分を英単語で表すとしたら何ですか？英単語、キャットですね。キャット、キャットです。猫ですか？猫です。でそれはなぜですか？自己中心的というところですね。B 型ですか？ B 型です。なるほどね、よく言われます。音楽の魅力とは何ですか？音楽の魅力は、記憶と連動できることですかね。記憶というのは誰の記憶？自分の、聞いた人、演奏する人、まあいろいろ、例えばこうなんかあの好きな曲があって、それを聴いてる時に恋愛してた子がいたりすると、はい、その曲を聴くとその子を思い出すみたいな、はいはい、そういうことですね。なるほど。記憶っていうのはいわゆる思い出とリンクされるとか、ね、なるほど。一番思い出される彼女っていうのはいますか？やっぱりいませんね。そこではいない感じ。いませんね。なるほど。好きな動物は何ですか？猫ですね。猫、はい、先ほども出ましたけど猫。猫です。じゃあやはり街とか歩いていて野良猫がいると思わず視線がそっちに行ってしまうみたいな、ね、そういうこともあったりとか、はい、なるほど。ではもしミュージシャンになっていなかったらどんな職業に就いていたと思いますか？ガテン系ですね。力仕事。力仕事。それは好きだっていうことなんですか？好きですね。なるほど。それはじゃあもうかなり腕相撲に自信があるっていうわけではないですね。そういうわけではなくてあ、なるほど。そうですね。では今後 EBB でやってみたいこと、また行ってみたいところはありますか？行ってみたいところは沖縄でやってみたいですね。それは過去はあります？沖縄ないですね。やってみたいこととかあります？やってみたいこと、ちょっと今までにないような曲をやってみたいですね。あ、なるほど。拍子の曲だったりだとか。なるほど。ゆきとさんは UFO を信じますか？信じません。ないです。見た時ないと？ないです。じゃあ仮に見た時あるという人の話を聞いた時にどう思いますか？信じません。じゃあこの人何を言ってるんだろうみたいなそういう感じで。じゃあ ちなみに幽霊は？信じません。ああ、なるほど。両方とも信じない派で？信じないです。わかりました。
今 EBB で一番気になるメンバーは誰ですか？気になるメンバー、いろんな意味でも結構ですんで。ポンチですかね。どういうところが気になります？ちょっといじめやすいところです。確かに私もユキトさんがポンチをいじめてるところをよく見かけるんですけど、はい、ああなるほど、じゃあポンチということで、はい、では今一番付き合いたい芸能人は誰ですか？佐々木のぞみ。それエブジュイですか？違いますよ。えなんかいろんなテレビ出て女優さんですか？タレント。あ、あ顔が小さい子。顔小さい子。ああなるほど。それでは最後になりましたがね、はい、これを見てくれてる EBB フリークの皆さんにメッセージをお願いします、はい、で、言い終わりましたら、これ以上ない笑顔で、締めてやってください。はい、これからまあベースが変わるとバンドのサウンドもだいぶ変わると思いますが、ちょっとよりロックにより激しい感じに EBB のサウンドを持っていけたらなと思います。そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやそれが笑顔ですから。はい、じゃあどうもありがとうございました。さあ、新メンバーゆきとさんのお話いかがでしたか？次回は EBB 最年少でもある新メンバートランペットの、ボンさんに、お話を伺いたいと思います。それではまた。